しょうこちゃん久しぶりだったんじゃない？うん。その前にクリスマスがありますよね。マイさんとケーキ食べたいな。今年は楓ちゃんと一緒に過ごしてあげなさい。あ、こたつ出すんだ。しょうこさん？んこんな時間に突然すみません。今晩止めてもらう。 兄ちゃんえ待ってマイさん包丁包丁 <laughs>、うん、いつまでいるつもりなんですかできればずっとずっとごちそうさまそれじゃあごゆっくりだったらっ私の家に泊まってくださいマイさんにご迷惑をおかけするわけにはいきません作田君もマイさんとのお付き合いに満足していれば。 満足してるわよねはいもちろんわかりましたどうしてもって言うなら私もここに泊まりますちょ,ちょっと<お>マイさんサクタもう起きなさい、うん、ほら起きなさいおはようのちゅうがないと起きられません、うん、退院したら早てを引き取りに来るって言ってましたよかったじゃない 翔子さんの思春期症候群ってやっぱり病気のことが関係してるんですかそうですね多分お姉ちゃんいつまでそっちに泊まるつもりなのうんもう少しねそれじゃあまた連絡するから、うん、熱はどうですかだいぶ高いです舞さんはほら寝るならちゃんとベッドで寝てください Hey everyone, anime reviewer here. So, today we are here with another video of Bunny Empire. I really like this anime, that's why I'm making so many videos of it. And now, let's start the scene I like the most in this anime, or in this movie particularly. So, let's start. つ出すんだうこさん、うんこんな時間に突然すみません今晩止めてもらえないかと思っておお兄ちゃんえい待ってマイさん包丁包丁 <laughs> ああいつまでいるつもりなんですかできればずっとずっとごちそうさまそれじゃあごゆっくり。 だ<は>ったら私の家に泊まってくださいマイさんにご迷惑をおかけするわけにはいきません作田君もマイさんとのお付き合いに満足していれば満足してるわよねははいもちろんわかりましたどうしてもって言うなら私もここに泊まります Man, she went out with the knife and I think she was definitely gonna kill Shokusa and her expression and her anger was really genuine. I really like it. And the conversation between them was really funny. So let's move on to the next part. <sighs> <laughs> よかったじゃないしょうこさんの思春期症候群ってやっぱり病気のことが関係してるんですかそうですね多分お姉ちゃんいつまでそっちに泊まるつもりなのうんもう少しねそれじゃあまた連絡するから、うん、熱はどうですかだいぶ高いです さんはほら寝るならちゃんとベッドで寝てください僕はしょうこさんに救われたんですしょうこさん悪かったわね私で。 Man Sakuta mistook her for Sokosana and it's really funny because she is really mad. If any boy mistook her girlfriend for another girl, any girl will be mad. It's really common. So thank you for watching this video. Please like and subscribe. Thank you so much.